はい、こんばんは、つぐきです。もう一本ね、動画出そうかなと思ってるんですけど、はい、まあより人さんいるじゃないですか。まあね、キラリンチョスって行く方なんですけどね。まあそのより人さんがですね、なんかまたね、なんか原宿に行っててですね、小島深瀬さんとね、はい、一緒になんかデートをやってみた、炎上したカップルがまた原宿デートやってみたと書かれてて、まあかっこなんか編集なしって書かれてるんですね。編集しまくりなんですけどね。まあなんですけど、どうやら頼人さんね、小島加瀬さんに原宿でまた暴力をなんかどうやら振るってるみたいなんですね。まあその小島加瀬さんもちょっとね、なんか振るってるのか、なんかちょっと叩いたりとかね、いろいろしてるみたいなんですけどね。いやー大丈夫なんですかね、この2人。なんか炎上したカップルっていうか、キチガイカップルって言われてもおかしくないですよね、これね。まあネタのつもりでやってると思いますけどね、これね。まあこの2人さん大丈夫かな。まあもしこれがね、まあ、ガチで、まあ、やってるとしたら、まあね、やばいですよね。まあより人さん、小島加瀬さんから離れた方がいいんじゃないですかね。なんか一緒に暮らしてるみたいですけど、追い出してもいいんじゃないですかね。はい。なんか、本当に、ね、また、なんかどうやら、なんか小島深瀬さんになんか、暴力振るってるみたいなんですけど、なんかそこをなんかカットしてるんですよね。なんか振る、もう殴る一歩手前の方でもう、パッてね、カットされてるんですよね。蹴ってるところとかもね。蹴ってるっていうか、なんか蹴ろうとしてるところをなんかカットされてるんですね。まあそんな感じなんですけど、多分実際は多分蹴ってると思うんですよ、これ。それか暴力ね、なんか振るってるような感じしますね、これ見てると。なんかはい、なんかそんな感じしますね。まあ、僕の憶測なんですけどね、これはね、あくまでも。はい、まあ実際ひょっとしたら殴ろうとしてるんだけど、なんかしなかったみたいなそれもあるかもしれませんね。というわけで、今回の話はまあこれで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。